赤はさま停留場は、長崎県長崎市中園町にある、長崎電気軌道赤はさま線の路面電車停留場。1号系統、2号系統、3号系統が停車する。駅番号は11。長崎電気軌道の北の終着点。日本最西端の路面電車停留場でもある。赤はさま停留場は1960年。 本線の住吉停留場から路線が延伸したのに、伴い新たな終点として開業した。電車開通前の当地は、道路も、未舗装で橋には、川が流れていたが、路線開通にあたって川を埋め立てて道路が整備された。1973年には、赤羽様から北にある、滑石地区までの延伸案が発表されたが、実現には至らなかった。なお、長崎市は、 道路の拡幅に莫大な費用がかかることなどから、北部延伸については事実上断念している。赤はさま停留場は、平用軌道区間にあり、道路上に、ホームが設けられる。ホームは、低床式で、単線の軌道の片側に一面のみの片面ホーム。停留場のすぐ先に分岐器があり、そこからは、伏線となる。ホーム長は十三メートルと長崎電気では一番。 長く、電車が三両十列に停車可能。ほとんど目立たないが、長崎駅前よりから1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場と番号が振られている。停留場から徒歩すぐのところにある赤挟ま配車室では、停留場の分岐器、信号の制御を行っている。赤挟ま配車室では、長崎にもかや1日乗車券も発売しているほか、 的に録音によらない放送も流している。長崎にもかの積み増しは機械で行っている。長崎電気の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。1日平均の乗車人員、乗降人員の推移は以下の通り。停留場が開業した当時は住宅もまばらだったが、長崎市中心部から人口が移ってきたために開発が進み、都市化が進んでいる。 停留場が置かれている国道206号は、市の北部と中心部を結ぶ、幹線道路で、朝のラッシュ時には、渋滞が激しい。停留場のやや秋田寄りに長崎バス、県営バスの赤挟間バス停留所がある。朝のラッシュ時には、北部の滑石、都議津、長与方面からバスを利用し、東停留場で電車に乗り換える乗客が多い。ABCDEF 電 ピアニッシ六十6263、アザイ2013、P278、ABCD デングリ、アンド宮川2000、P43、平成22年度第一回長崎市都市、交通審議会、長崎市、2017年6月18日閲覧、市長との地域懇談会活石地区、長崎市、P7、2017年6月18日閲覧、 今尾2 0 0 9 p 5 7七百年史 p 2 0 3百年史 P130ABC 川島 2013P44AB 川島2 0 0 7 p 1 1 6 a b 百年史 p 1 2 5 a b 百年史 P113 国土数値情報国土交通省2018年3月26日閲覧九州運輸洋欄平成十四年度版 84ページ。九州運輸要欄平成25年度版。84ページ。九州運輸要欄平成26年度版。86ページ。九州運輸要欄平成27年度版。86ページ。九州運輸要欄平成28年度版。87ページ。AB でんぐり宮川2 0 0 0十4 4ありがとうございます。